あるスキャンダルについての覚え書きは、ゾーイ・ヘラーによる小説作品。2003年にイギリスで刊行された。ベテラン教師バーバラが教え子と性的な関係を持ち逮捕された親友で同僚の美術教師、シバの事件に関する全容を書き綴った物語。ブッカー賞の候補にもなった。アメリカ合衆国で起きたメアリー・ケールの王の事件がモデルになっている。2006年。 あるスキャンダルの覚え書きというタイトルで映画化された。バーバラ役のジュリ・デンチとシーバ役のケイト・ブランシェットは、共に偶然にも同時期にエリザベス一世を演じたことがあり、名女優二人の演技合戦が話題となった。ミニマル・ミュージックのキッシュ・フィリップ・グラスが音楽を担当。第79回アカデミー賞では、デンチとブランシェットを含む4部門にノミネートされた。 セントジョージ総合中等学校にやってきた円満な家庭を築いている新人教師シーバ。彼女はベテラン教師バーバラと親しくなるが演芸会になかなかやってこないシーバを探しに行った。バーバラはシーバと生徒スティーブンのジョージの現場を目撃してしまう。次の日、バーバラはシーバを呼んでジョージに至るまでの経緯を聞き出す。スティーブンがシーバに放課後に絵を描いて持ってきたことから、 親しくなった彼らは関係を持ってしまったという。黙ってていてくれと悲願するシーバに彼女は答えるが、その後もシーバは関係を持っていて、裏切られたバーバラは子供は残酷だと言い返っていった。シーバは真実を確かめにスティーブンの家に行く。スティーブンは父から暴力を振るわれていて母は病気だと言っていたが、嘘だと知ったシーバは彼と会わなくなる。 バーバラの猫が亡くなり、シーバに最後を見届けてほしいとやってくるが、今日は息子の初めての学芸会でだからと言い入ってしまう。バーバラはシーバに復讐しようと同じ教師のブライアンに噂と言ってシーバの関係のことを話す。これが原因でシーバの家にスティーブンの両親が怒鳴り込み、ことのべてを知った夫と喧嘩。しかし、バーバラも このことを黙っていたのではと疑われるようになってしまう。カッコ内は日本語吹き替えレンタル版 DVD 特典として L の世界の第一話が収録されている。あるスキャンダルの覚書に関するカテゴリー。ありがとうございます。